こんにちは、レッドです。ジョンです。はい、皆さんよろしくお願いします。今回はですね、レッドメモリーに新しい撮影機材がやってまいりました。イエイエイエイ。じゃあ撮影機材の方を皆さんに発表していこうかな。早くしよう。ポテンシックのカメラ付きドローン200万画素。ジョンさん、これは何かね。ドローンです。なるほど、ドローンですか。こちらのね、ラジコンを使えばね、空からの撮影ができるので、上空撮影欲しいなと思ってね、導入しました。新機材ってこれ。そうだよ、テンション上がるやねえか。お前上がった上がったよ。俺上げてかい。上がった上がった。やってみよう。ベーンベーン。やべえ、そんな見せられたらまたテンション下がる。それではですね、皆さんに軽くこの商品のね、説明の方だけさせていただきます。英語のマニュアルが入ってますので、英語が得意じゃない方はちょっとね、うーんって感じかな。そして嬉しいことにね、バッテリーが2個付きです。そして本体の、交換用のペラが4本付いてるのと、この本体の裏にね、カメラが付いてます。このカメラのところをパカッてすると、ここにバッテリーが入るようになってます。で、こっちが実際に操縦するリモコン。はいはい。ここにオン、オフ、電源があって、こっち側でこれがまず上下で、これが左右で、これが前向きか後ろ向きかで、これが機体自体のこの横の動き、大まかに言うとこんな感じで操縦します。なるほど、頑張ってみるよ。そしてこちらのコントローラー、皆さんがお使いの iPhone や Android の端末をこちらの方にねセットすると、 Wi-Fi をオンにするとこちらのねカメラがね、ここに映像が映りますんで、映像を見ながら操縦することもできます。まああとでね、これも実際撮った映像も皆さんにご提供していきたいと思います。じゃあ実際ね、起動をさせていってみましょう。はい、まずこれが機体の方、ここにスイッチがあるんでスイッチ入れます。スイッチ入れたらね、周りの LED が光ります。赤色が後ろなので、赤色がね自分の見てる方向にしましょう。だからこう向くんでこう置きます。なるほどね。では次にこっちを入れます。で、入れたらまず最初にスロットルを1回上に上げて下げます。はい、これで繋がったんですね。これで繋がってます。じゃあ実際に飛ばしてみますよ。動かしてみましょう。3、2、1、ファイト。上がりました。上空を行っております。じゃあジョンさん、ゆっくり下ろしてみましょうか。うまい。ゆっくり下ろせるか、ゆっくり下ろせるのか。おー、うまい。はい、無事着陸することができました。携帯をこのコントローラーにセットします。そして今ね、これ画角的に見えないんですが、ここ今から録画します。はい、やべえ。さあチョンさん、撮って撮って。草しか撮ってないんじゃないか。ああ、ひっくり返った。それではね、今度レッドが頑張ってね、チョンさんを撮影してみたいと思います。多分映ってる。やばいやばいやばい。戻ってきた。どうです、撮れました。チョンさんが多分撮れたんですけど、むずいっすね。さあ来ました。さあ動きに対応できるか。
え、取れたと思うよ。はい、はい、実際ね、ドローンの方飛ばしてみました。今後ネットメモリーでこれ実際飛ばしてみて、あれだね、安定がやっぱちょっと難しい、練習が必要。練習で安定はどうにかなりそうですか？なりそうで、これを使ったらこれからのネットメモリーの撮影の幅が広がると思います。画質だよね。あとは問題は画質が良ければね、200万画素だからね、600万画素、800万画素欲しいかな。あとね、これめっちゃ軽くて、本当はね、GoPro をつけてみたんですよね、試しに。そしたらね、GoPro つけたらね、ルル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 ってね、ここちょっと上がってね、もう上がんない。だから、GoPro をこれにつけようと思ってる人は、ダメです。ちょっとしたものをつけると、もう飛ばなくなっちゃいます。だって。では、これからレッドメモリでこの機材を導入して、いい動画を撮っていくつもりです。壊れなければ若干壊れそうな要素はある、あるけどね。でもこれを使って今からまたレッドメモリー頑張るんで、皆さんこれからもレッツレッドメモリーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を発信することがあるので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。飛ぶかな、飛ばないのか、弾丸入れてないか、飛ぶわけないじゃないか。あ、こっちか。涼しい。こんな使い方ダメ。ダメだよ、ね、ダメだよ。涼しい。ダメ絶対。涼しい。